見てください皆さん、この反射するほど綺麗なギアの輝きを。どうも、チャップです。スプラトゥーン2をプレイしていきたいと思います。ということで、今回はですね、今皆さんに見ていただいている服のギア、復活ペナルティアップのギアにね、注目した動画を撮っていこうと思います。前にもね、かなり前にも多分復活ペナルティアップのギアの動画撮ってると思うんですけれども、これ改めてね、これなかなか面白いギアやなということでね、また撮っております。ということで、効果見ていきましょうか。これはね、自分と僕とですね、僕が倒した相手のスペシャル減少量と復活時間が増えるということなんですよ。スペシャルってね、溜まっててもデスしたら、その溜まってるゲージからデスした時にギューってちょっと減るじゃないですか。その減る量を増やすんですよ。敵の人倒したら、その相手のスペシャルのその減る量をですね、15% 減らすみたい。でもね、そう、相手にね、そういう凶悪な効果を与えられるんですけれども、逆に自分が敵にやられたら、僕もね、スペシャルがね、ギューンと減るんですよ。それがだいたい 22.5% 減るみたい。そうなんですよ。これね、相手に与えるペナルティよりも、自分がもらうペナルティのがでかいんで、圧倒的にキルが多い人じゃないとね、ちょっとやばいんですよ。もうキル大デス賞の人にめちゃくちゃバッチリなね、ギアやと思います。だからね、僕、ようめっちゃデスするんで、このギアね、正直使いこなせるか非常にまずいんですよね。正直ね、上手ければ上手い人、スプラトゥーン2のね、腕前がやばければやばいほど、このギアはね、めちゃくちゃね、生きてくると思います。それプラスですね、復活時間短縮のギアパワーをなんか打ち消すみたいな感じなんですけれども、なんやろな、相手がね、復活時間短縮のギアつけててもね、なんか 85% ぐらいその効果を打ち消すみたいなんですよ。だからなんやろ、生き返るのが遅くなるみたいなね、恐ろしい効果があるみたいですよ。まあ何が言いたいかというと、もうキルが圧倒的に多い上手い人のためのギアみたいなもん。だから僕には微妙ですけど、とりあえず面白そうやから紹介させてくださいね。で、まあ、例えばてか例なんですけど、僕がもし敵の人を倒したら、だいたい 0.7 秒ぐらい復活時間が遅くなるみたいですね。ほんで、スペシャルの、ゲージが減るのが 15% ぐらい増えると。で、僕がもし逆にやられたら、復活時間が約だいたい1秒ぐらい伸びるんですよ。ほら、敵の人は 0.75 秒遅くなるでしょ？僕は1秒。もう自分の方がペナルティがとりあえず大きいんですよ。だからデスは絶対にできませんということ。で、スペシャルの減少量は 22% ぐらいなんで、だいたい敵の人が 15% で僕は 22.5 かな、22ぐらいなんで、まあ 7% ぐらい大きくなるという。まあとりあえず圧倒的にデスしてはいきませんよっていうね、ギアでございます。伝わりましたかね？うまいこと説明伝わってたらいいんですけどね。ほんでね、使っていくのがね、黒ガロンなんですよ。全然使ってないでしょ。めっちゃ久しぶりで使っていきたいと思うっていうことでね、黒ガロンを選んできたわけなんですが、この復活ペナルティアップっていうのは、キルが多くて、デスを圧倒的に、もうゼロデスぐらいにしたいんで、長射程の武器がいいんですよ。遠距離ね。本当はチャージャーとかがいいと思うんですけどね。まあ、ジェットスイーパーとかもいいかなと思ったんですけど、まあ、黒ガロン2角やし、まあ、なんとかエイムおじいちゃんになってもご利用せるかなっていうことで、この武器にしてきました。上手い人やったら、チャージャーにつけたりしたら、もうリッターとかにつけたら、もうほんま、もう自分だけもう最強無敵、もういやらしいね、もう嫌われるようなね、もう性格ダークなね、悪魔プレイができると思うんで、今回はもう悪魔チャップですよ。筋肉マンに悪魔超人っているでしょ？そんな感じで悪魔チャップみたいな感じでね、頑張っていきたいと思います。まあようわからんけど、筋肉マンっていう動画になればいいと思います。はい、1試合目はビーバースパークですね。頑張っていきましょう。もうほんまもうデス抑えましょう。もう集中しよう、チャップ。もういつも以上、自分の実力の 5% 増しぐらい。5% だと全然上がんな。自分の実力の5倍ぐらいの力でいこう。さあ、ジブリナイスとして盛り上げていきましょう。もうほんまに僕はもうデスしてあかんねん。キルするだけのキルお化けですよ。とりあえずインクアーマーでも貯めてからゆっくりいきましょうかね。生存確率をこれで上げていきたいと思いますと。でゆっくり安定のここでここで、あ、敵にデコールなんで、オッケー、ジブリナイス完璧。これでね、敵の人、オッケーオッケーオッケー、よっしゃ、オッケーオッケーオッケー、いいよこれ。敵の人今復活時間短縮増えて、なおかつあれですからね、何やったっけあ、スペシャルがね、グーンってね、いっぱい減ったっていうね、パターンになってますから、これ上やな、上、そこおんな、そこおんな、やばいな、いけるかで、下ばっか見てたらやられるぞ、トーピードもしっかり潰せ、んおるな、おんねん、おんねん、おんねん、あ、みんなおんねん、トーピードも潰していく、トーピードも潰していくで、やばいこれ。今、エイムおじいちゃんでしたね。これ、僕がやられたんで、僕、ペナルティがいつもよりも通常よりもめっちゃ多くなってるんで、ほら、スペシャルめっちゃ減ったでしょ、満タンやったのに、クイーンっていったし、しかも復活の時間も遅くなってる。デスしたあかんってあれだけおじいちゃんに言われてたやん、自分にナイス。でも、いい感じにキルできてましたね。まあ、僕、それだけの満足やったかなって、あと一発やってんな、でもこれ。スーパーチャプチャーか。で、なんかトーピードも やばいんですよ。ヤバピード。あ、これやばいな。黒ガロン後ろからお尻打たれんじゃうか。大丈夫？お、バブルランチャー綺麗な。ナイス。ほら、スーパー着地してるっしょ。やばいんですよ。やばい。おっぷなー。こっち風船がやばい。黒ガロン対黒ガロンの戦いはね、負けるような気がしたんで、もう逃げていきましょう。はい。とりあえずこう、もう自分の射程でね、自分の射程、あれ、デュアルスイーパーかな。デュアルスイーパーって射程長いですね。デュアルスイーパーはもうデュアルスイーパーやと思うんで、きっちり逃げていきましょう。オッケー、いけるいけるいける。オッケー、自分なさい。復活ペナルティアップ。復活ペナルティアップ。こういうことなんだよね。ああ、ほんでね、今アシストキル取れましたけど、アシストキルはダメなんですよ。自分でしっかり敵の人をきっちりと、もう自分一人の力で月中、猿月中しないとダメなんでね、そこら辺は気をつけてくださいね。さあ、ぬりぬりぬりもしつつ頑張っていきましょう。ゆっくりいきたいんですよ。もう敵の人のスペシャルをゴリゴリ減らす。ナイスローランド。いいですね。あ、そこおるよな。そこおる。やっぱおる。いける。とりあえずインカーマどうタイミングがどうしてナイスです。はい、こんにちは。はい、復活ペナルティアップ。もうこれがやばいんですよ。はい、味方同士守りますよ。スプリンクラーとかで守ります。あ、これやばいな。これ復活ペナルティアップ。めちゃくちゃいいおじいちゃんでしたね。これでちょっと復活時間が遅くなってスペシャルがまたギューンって。あ、でもあれやな。マックスやったらスペシャルが残ってれば残ってるほど満タンであれば満タンであるほどやっぱデスのした時にグーって減る量は半端ないですね。今全然溜まってなかったんで全然出てきたもんね。ちょっとエイムがめっちゃおじいちゃんなんですよね。イエーイ、ナイス。めちゃくちゃ黒ガロン久しぶりに使ったけどやっぱり2角でこの射程冷凍遅いけど関係ないぐらい強いですね。僕もナイスに混ぜてくださいね。こんなに強かったんや。やばいですね。これめちゃくちゃ強い。これあ、これ惜しい。味方の人のお尻を塗っていたようですということで、まあこれが復活ペナルティアップなんですよ。うん、やばい。黒ガロンとめっちゃ印象良かったですね。これめっちゃ良かったです。射程長いし攻撃力高い。2発ね、2発パンパンってね、超射程で当てたらもうガンガン敵の人、もう全員もうチャップ嫌いってなってますよ。もう次から多分4人とも名前ね、チャップクソ野郎、クソジジイっていう名前に多分解明されてると思う。それぐらいね、復活ペナルティアップ強かった。いやー、これね、すごい満足ですね。久しぶりになんか、やったーっていう気持ちが特にでかい感じの動画になりましたね。はい、2試合目マンタマリア号で頑張っていきましょう。もう長射程でパンパンやってるだけでいいんでね、すごい楽ですね。なんやろ、やっぱ短射程はね、前に行きたいってなるし、前に行けないと戦えないんでデス多くなるけど、なんやろ、長射程はなんか楽やな。楽っていうか、まったりできますよね。なんか、はい、そう、敵おるね、ぐらいなんかゆっくりできるような気がしてね、すごいなんかね、平和な気持ち。マジで嘘やん。今のはやばい。見ててくださいね。ギャーンって減るでしょ。めっちゃ減るんですよ。これスペシャル大きければ大きいほどね、めっちゃ減りますね。ちょっと今のは絶対デスせえへんと思ってね、壁にね登ったんですけどね、結構来るんですね。なんか僕今悲しくなりましたもん。そんなバナーナってなりましたもん、ほんまに。そんなことありますっていうか、僕今悲しかったん、本当にやったら悲しい話や。ローラーの人、そこおるやん、そこ。あー、オーマイガー。あ、待って、相打ちやったら、どっちもあれやな。相打ちやったら、敵の人も遅なってるし、スペシャル減るし、僕も遅なってるし、スペシャル減る。でも、僕の方がペナルティ多いんで、えぐいことになるってやつですね。もうマイナスになっちゃいますね。さあ、マルチミサイルはちゃんと避けましょうね。はい、ちゃんと避けて、ちゃんと綺麗に避けましょう。そしたらデスしませんと。あれ、スクイックリの人、チャージキープで大丈夫かな。めっちゃチャージキープしてるから、ちょっとめちゃくちゃ怖いんですけど、倒してくれてるかな。あ、ちょっと待って、おる、そこおる、オッケー、やばい、オープンラジブルナイス。復活ペナルティアップですね。この復活ペナルティアップがいいんですよ。あ、当てっぱず。惜しいなぁ。めっちゃ惜しい、今の。誰が見ても惜しいぞ。ナイスやぞ。バブランチしてるぞ。こんにちは、復活ペナルティアップ。まあこれができるだけでも満足ですね。スクイックインの連打がやばいぞ。やばい。でも僕の方が射程長いですね、多分ね。スクイックリンよりも、スクイックリンアルファか、スクイックリンベータかなんか知りませんけど、多分僕の方が射程が長いんで大丈夫か。あ、マルチミサイル来るぞ。気をつけろ。これ多分、金網の下になったらいけると思うんですけど、どうかな。あ、いけますね。ナイスやな。完璧な作戦ですやん。あとはローラーの後ろ、急にこんにちはって、チャップだよって釣られるのが怖いんで、それだけ気をつけておきましょうか。アシストキル、でもアシストキルは意味ないけど、成績がね、うまく見えるからね、ありがとうございます。はい。ラッキーって、あ、やばい、オッケー、復活、ペナルティアップ。完璧ですやん。完璧かも。やっと一発、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 惜しいな。あと一発やねん。そのあと一発のエイム力がないからね、エイムがおじいちゃんになってんねん。ローラー飛んでくんじゃん、これ。やばいやばい。おお、うまい。味方の人、神がかってますやん。ほんまありがとうございます。復活、ペナルティーアップ。これ僕だけ取って、おいクイックリン結構射程長かったんですね。僕だけいけると思ったら、スクイックリーンっていう感じで来ました。今のはなんかスクイックリーンみたいな感じでね。わかりませんけどね。いや、いい感じ、いい感じ。いや、強いんじゃん、これ。ほんまに。黒バロンと相性めちゃくちゃいいですよ。びっくりしたよ、僕ほんまに。え、そんなにいいのみたいな。そんなことあるみたいな。復活ペナルティアップみたいな。復活ペナルティ、復活ペナルティアップ。ジムリーナイス。完璧ですね。いや、素晴らしいですよ。僕にやられた人はね、スペシャルもうごっそり持っていかれてますからね。あと、復活時間も気持ち遅くなってますから、約 0.7 秒、0.75 秒ぐらいなのかな。いや、遠距離武器は、なんやろう、なんかまったりできて、よく周りが見える気がしますね。単射程やったらね、もういっぱい喋って、なんかガチャガチャって前に行こうとするから、立ち回りがおじいちゃんになりやすいけど、その分ちょっと長射程やったら立ち回りもマシなのかな。まあ、結局短射程でも長射程でも M はおじいちゃんなんですけどね、ということでね、いや素晴らしい。皆さん復活ペナルティアップね、やってみてください。もう遠距離の武器でね、別に1キルとかでもいいんで、デス少なかったりキルめちゃくちゃ多くなくてもいい。デス少なかったら効果発揮できるんで素晴らしい。ただ自分がデスしたらやばいんで、そこだけ注意してくださいという動画でした。皆さんご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、コメント、高評価お待ちしております。ではバイバイ。スケジュール更新されました。敵にデポールなんて、オッケー、ジムナイズ完璧。これでね、敵のオッケーオッケーオッケー。よっしゃ、オッケーオッケーオッケー、いいよ、これ。あ、みんなおんねん。トーピードも潰していく、トーピードも潰していくで。あ、やばい、これ。一位逃げていきたい。オッケー、いけるいけるいける。オッケー、ジムナイズ。はい。復活ペナルティアップ。復活ペナルティアップ。はい、こんにちは、はい、こんにちは。はい、復活ペナルティアップ。あ、これやばいな、これやばいな、これ復活ペナルティアップ。復活ペナルティアップ。半端ないですね。今、全然溜まってなかったんで、全然でしたもんね。ちょっとエイムがめっちゃおじいちゃんなんですよね。すごいなんかね、平和な気持ち。ローランっておら、そこおるやん、そこ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 。あー、オーマイガー。待って、おる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 、そこおる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 。オッケー、ふやばいやばいやばい、オープンランジュブナイズ。パブランチしてるぞ。こんにちは、復活ペナルティーアー。ラッキー、あ、やばい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 、オッケーオッケー、復活ペナルティーアー。味方の人、神がかってますやん。ほんまありがとうございます。復活ペナルティーアー。これ僕だけ取って、おいそんなことあるみたいな。復活ペナルティーアープみたいな。復活ペナルティーアープ。ジムリーナイス。